昨日の動画ですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。様々なものを買って猫ちゃん用ベランダを完成させました。今回は初めて外に出る猫ちゃんたちをご覧ください。やば、完成しました。はい、さあ行こうか。どうぞ。ででー、いいよ。あー、すごいすごいすごい。あ、どこかな、どこかしよう。お、すごいすごい、めっちゃ走るよ。あれ、あ、クロちゃんみたい。久しぶりの外にクロちゃんが、ラピスは初めてです。早めで、お外やん、お外やん。あ、クロちゃん久しぶりの外の草むらや。久しぶりやて。うわ、すごい。パール全然来ない。パール、パール、パール、おいで。まだね、キャットタワーとかないで景色が見れるんだけど。これじゃん。よかったね。久しぶりやね。一年ぶり、一年ちょいぶりの外。ラピスも結構ね、好奇心あるね。全然来んやん、パール。パール。お外だぜ。あ、そこのね、ほら、ピョンってなってるの。これ全部ね、結束バンド、このままなんですけど、変にね、切って短くしたらね、逆に刺さって危ないから、もうこのままにしました。このまましたら、ほら、猫ちゃんがそのままね、遊べるかなと思って。ほら、シンバ。ほら、ほら、ね、ほら、俺の予想通り。クロちゃんできる？これ、ピピピピピ。クロちゃん、クロちゃん余裕やね。全然変じゃない。シンバがちょっとね、様子がおかしい。なんか、歩き方が変。クロちゃんはもうほら、懐かしさを感じとるんだな。ほ、ほらほらほら。ケツだけ成長ポーズです。ケツだけ成長ポーズ出ました。喜びのあまり、ケツだけ成長ポーズが。ねえ、わあ、いいね。俺もこうやって横なってさ、みんなで寝れるわけよ。うわ、めちゃくちゃいいやん。なんこれ、外に出とうみたい。ほんと、外やけどね。あ、もちろんカラスもね、1体、2体と。カラスよけがいます。クロちゃん、おおよかった、頑張って作ってよかった。ほらほら、喜びのケツだけ成長ポーズです。ピピーン。パールが全然来ません。パール、パール、ビビってるの。ねえ、似合うね、やっぱりクロちゃん。緑がめちゃくちゃいいやん。ちょ、ここ行ったらさ、ガンガン走れない？ちょっとおもちゃ持ってくるか。すごい。クロちゃんね、すごい野生なのなんですよ。ちょっとやばい。家の中と違う。うわ、うわ、うわ、いいね。いや。おお。こちらには来ました。筋肉ムキムキシンバ君。パールちゃん、パール、パール。クロちゃんがすごい。いいね、こんな走るの。ベランダでかい。でかいから。ねえ、楽しいね。自然光いっぱい浴びて。今日は曇りやから太陽出てないけど、朝から昼にかけてはここに太陽が差すと思います。ラピスがそう見よう。すごい、ラピス早っ。パール、パールが変、パールが変、めっちゃ変。なんその歩き方。めっちゃ変よ、なんか。相当警戒して、なんか初めての家に来たみたいだよ。引っ越した後もこんなんやったもんね。何ここみたいな。あの、人見知りならぬ場所見知りしとる。大丈夫よ。うん、ごいごい。うん。遊ぶかな、パールも。これ、パール、パールこれ好きやん。全然遊ばん。まだね、慣れてないんやろうね。
ほらほらほら。さあ、あっちゃんには。クロちゃんだけ冷静です。何しようもんって。何がもう連鎖反応が起きて。何しよう。トラピスがドーンって進んだ音にビビってみんなが爆発した。余裕のクロちゃん。いやー。かわいい、すごいやん。ねえ、よかったね。すごくない？ いや、家の時よりすごいですもん、ほら。何が違うんやろ？やっぱ走りやすいんかな、この草の感じが。いや、めっちゃ嬉しそうやな、普通の。ねえ、楽しい。ねえ、嬉しい？楽しいって。あら、先住コンビ。同じ動きしよう。ほら、虫、クロちゃんがすごい一番遊ぶの珍しくない？家の中やったらさ、クロちゃんが一番おもちゃで遊ばんけど、ベランダやったらクロちゃんがほら、懐かしい場所で、俺の庭やって。に、ほり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 。これ、昔おったところもね、草むらがいっぱいあったもんね。海の横で、まったりするか。あら、あたちゃん。てーれん、ゆっくりです。怖いからゆっくりです。ゆっくりゆっくり。うーん、カールが白飛びする。外やからピカーンってめっちゃ光っと。さあ、うわ、めっちゃ光る。パールがめっちゃ光る。なんで？さあ、あれから10分ぐらい経ちました。クロちゃんがちょっと動き出しましたね。どうした？帰るぞ、もう。何でしたん？頑張ったねって褒めてくれた。パールも結構慣れたかな。パール、前回の動画でね、これ全部制作したんですけども、 100% お外にね、脱走することはないのでね。とはいえやっぱり出しっぱなしはちょっと怖いので、自分が出ている時目は離さないようにしたいと思ってますね。うん、よかったね。パールがでもまあちょっと様子おかしいぞ。ほれ、あ、そう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 、ほら、こうしたらどうだ？え？ね？そら、ね、大丈夫やろ？で、シンバどこおるん？それ、見えるシンバあるとこにして。でもシンバ、シンバの友達がいっぱいおるよ。シンバワンちゃんやろ？シンバの仲間がいっぱいおるよ。あ、それ違うよ、クロちゃん。嬉しくないやろ。草じゃないよ、残念ながら。これ違うって。だいぶ黄昏れてますね。綺麗だね、画質が。スマホのカメラってね、家の中ではね、弱いんですよ、画質が。外で撮った方が画質綺麗なんですけど、初めてこうやってシンバとか猫ちゃんをね、外で撮ってみたらめっちゃ綺麗。ほら、全然違う。画質が本当に違う。クロちゃん喋りよ。おおお、遊んでくれた。遊んでくれた。遊んでくれてます。早速ウラモちゃんの思った通り遊んでくれてます。はーい、みんなもうね、あの部屋に帰りました。部屋でもダラダラ、運動たくさんしたからね、ゆっくりしてます。いつも以上に。シンバは元気でまだまだどっか行ったけどね。あら、クロちゃん、クロちゃんは今からご飯だそうです。よかったね、ラピー、疲れたね。うん。こちらにいらっしゃいます、パールさん。ビビリで全然走り回れなかったパール。パールはまたこれからね、何度か外に出て、いっぱいね、走り回れるようになったらなと思いまーす。クロちゃんがむさぼりよ。美味しい美味しい。美味しい美味しい。そしてそこからやってきた。シンバ。